皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。神奈川県は川崎で開業しています桜歯科医の沢村です。以前に体温についてお話しました。体温が高い熱があると経験上風邪をひいたとか病気になったと自覚されると思いますけれども、体温が低い平熱より低い場合も体に影響があります。そこで今回は体温が低い低体温低体温症についてお話します。復習になりますけども、健康な人の平熱は 36.5°C から 37.1°C と言われ、日大変動は 1°C 未満で、体表面の体温が 36°C 以下で低体温、そして直腸やベロの下などで測定した深部体温が 35°C 以下の時低体温症と言います。通常の深部体温は、直腸で 38°C、 ベロの下で 37.0°C です。低体温低体温症の原因として、極度なダイエット、筋肉や甲状腺ホルモンの減少などにより体で作られる熱量、熱産生が低下したり、ストレスや老化などで自律神経が乱れたり、血管の収縮機能が上手に働かないと、体表面の体温センサーと体深部の体温センサーがバランスよく感じせず、そうなるのです。もっと細かくお話しすると、体は細胞からできていて化学反応で活動します。体温が下がると化学反応の速度が低下し、細胞の機能も低下、体温維持のメカニズムも壊れ、体全体の温度が低下します。しかし我々人間は、生命維持のため、体の深部の重要臓器、脳や心臓の温度を上げます。それに伴い体表面、体表の血液が深部、体の中心に集中し、体表温度がますます下がるのです。こうして悪循環となり、やがて放っとくと、中枢神経、呼吸器、循環器、血液凝固系の機能不全が生じ、死に至るということもあるのです。低体温、低体温症になると、血行不良、血圧上昇、消化不良、代謝の低下、体力の低下、疲れやすい、意欲集中力の低下、免疫力の低下になります。特に筋力が衰えている老人や、あまり運動しなかったり、過激なダイエットをしている女性は注意です。免疫力が落ちることにより、新型コロナウイルスにもかかりやすくなります。体温が1°C 上がるだけで、免疫力が5倍から6倍上がるというデータもあるんです。では、低体温、低体温症の改善法として、まず1、低体温、低体温は基本体を温めることが大事です。生活習慣を変えましょう。生活習慣のうち食生活。まずは、括弧1、偏った食品の摂取をやめる。食材としては、ニンニク、ネギ、生姜、卵、大豆、納豆がいいです。ストレスによる低体温の低下には、ギャバが大事です。2、過剰な冷たいものの摂取をやめる。左右、お湯を飲むことです。このことが一人歩きして新型コロナウイルスに効くというデマが流れてたと思います。括弧3、食事の過剰摂取をやめる。次に生活習慣を変えるためには運動が必要です。筋肉の維持、筋肉の7割が下半身にあるのでスクワットが有効です。1日トータルで30分のウォーキングも大事です。体温が一番低い朝は一番行うのにベストです。入浴、1日1回10分以上シャワーじゃなくて湯船に浸かることが大事です。他に、補助的なこととして、腰巻き、腹巻き、カイロ、湯たんぽ、衣服や、冷暖房の上手にうまく活用することが大事です。次に丸2の低体温症。低体温症は低体温によりステージが上がったものなので、以下を受診することをお勧めします。最後に、女性は冷え症になりやすい方が多いんですが、低体温と冷え症が違うものなので、その違いについて表にまとめておきます。皆さん、ご自分の歯大切にされていますか？もう今日本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。動画アップのモチベーション維持のため、皆さんの応援、
チャンネル登録並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。